ユーリー一世ドルゴルーキーは、スーズダリ公、ペレアスラブリ公、キエフ大公。ウラジーミル二世、モノマフのムツオ、母はコンスタンティノポリス貴族の娘。ドルゴルーキーのあだ名は、彼が北東、ルーシのスーズダリに今を構えつつ、しばしば南方キエフに攻め入り、これを占領したことに由来する。彼は、モスクワの建設者としても知られる。占領名はゲオルギー。 ユーリー・ドルゴルーキーの正確な出生年は不詳である。いくつかの年代記では、兄ヴァチェスラフ一世が、お前が生まれた時俺はすでに髭を生やしていたと言ったと伝える。ここから逆算すると、ユーリー一世の出生年は1099年から1101年頃と推定される。1108年、ユーリーは父・ラジーミル二世モノマフによって北東、 ルーシュのブラジーミル・スズダリ公に任じられた。ユーリーははじめロストフを主婦としたが、地元の貴族と対立し、1112年スズダリに首都を移した。この地方は人口がまばらであり、ユーリーは領内に多くの砦を築いて人を住まわせた。1134年にはクスニャティン、1152年にはペレスラブリザレスキーとユリエフ・ポリスキー、1154年には ドミトルフを回帰した。トベリ、コストロマ、ボログダも、しばしば彼の回帰になるものとされる。1147年、ユーリーは、チェルニゴフ港、スビアトスラフ・オレゴビチとモスクワと呼ばれる場所で会合を、行った。これは資料にあるモスクワへの最古の言及であり、この年をもって一般に、モスクワの回帰の年とみなしている。1156年、ユーリーは、モスクワに、 木の壁と堀を築いて、備えとした。ユーリーは、北東、ルーシの有力諸侯であることに甘んじず、キエフ大公の座を狙っていた。しばしば南西、ルーシのキエフに攻め入り、その清掃に関与したことから、テナガコードルゴルーキーの名がついた。1132年、ユーリーの最年長の兄で、キエフ大公のムスチスラフ一世が亡くなると、ルーシの国は分裂したと年代記は伝える。 ユーリーは直ちにチェルニゴフの諸公に宣戦し、ノブゴロドで自分の息子に退官し、南のペレアスラフを占領した。後に、ノブゴロドの住民がユーリーより離官すると、彼は、ノブゴロドの主要な要塞としとるジョークを占領して、これに報いた。1147年、ユーリーは、キエフとの戦いを始め、2年後に、キエフを占領したが、1151年には、 おいのイジャスラフ2世により、キエフを放築された。1155年にユーリーは再び、キエフを手中に収めるが、1157年に、救世すると、キエフには、反、鈴狩りを叫ぶ放棄が起こった。キエフ市民は、イジャスラフ3世を対抗として招いた。ユーリーの墓は、キエフにあるベレストボの救守制度に設けられたが、彼の遺体はそこには現存しない。 元初年代記によれば、ユーリーは1108年1月12日に最初の結婚をした。妻はクマン人ンの藩であるアエパオセネビチの娘だった。二番目の妻エレナは夫より長生きし、コンスタンティノープルに移ったという。彼女の出自はつまびらかでないが、19世紀初めの歴史家、ニコライカ・カラムジンは彼女がコンスタンティノープル出身者だったからだと結論付けた。 さらにエレナは、ユーリーの時代に、東ローマ帝国を統治していたコムネノス長の、巫女だったというのが通説である。彼女はしばしば、アレクシオス一世コムネノスの三男イサキオスの娘の一人、ヘレナ・コムネナだったと推定されている。ユーリーは二度の結婚で少なくとも15人の子女を設けた。以下の年長の子供たちは、最初の妻との間に生まれたと考えられる。 以下の年少の子供たちは、再婚相手エレナとの間に生まれたと考えられる。モスクワ市民は、ユーリー・ドルゴールーキーを回訴として尊び、彼の守護聖人であるセイゲオルギオスの流体児を、死の紋章にしている。1954年、その銅像がモスクワに建てられた。また、ロシア海軍のボレー型原子力潜水艦一番艦、ユーリー・ドルゴールーキーは、彼の名にちなむ。加えて、 彼の名を冠したハイクラスウォッカ、ユーリー・ドルゴルキーも存在する。ありがとうございます。